さん、こんにちは。2023年10月2日からスタートしている NHK の朝ドラ連続テレビ小説ブギウギ。今回の朝ドラは主人公である福来スズ子の幼少期から遡り放送されています。この福来スズ子のモデルが笠木静子さんという方です。今回は笠木静子さんの激動の人生を紹介します。まずは笠木静子さんのプロフィールを紹介します。本名亀井静子、生年月日1914年8月25日、没年月日1985年3月30日、出生地香川県大川郡相生村、現東かがわ市。静子さんの実の父は生後すぐに亡くなっています。実の母親は実家へ里帰り中、母乳の出が悪く偶然近所へ、同じく里帰り出産していた大阪府の女性にもらい乳をしていたそうです。その後静子さんはそのもらい乳をした大阪の女性に養女としてもらわれていき、大阪で育ちました。とはいえ静子さんは実の子として愛情を持って育てられていたようで、自分の出生について知るのは18歳になってからでした。朝ドラでも描かれている通り、静子さんは非常に明るく気が強く真面目で実直な性格でした。戦時中、歌の披露は直立不動以外は禁止とされていたにもかかわらず、自分の歌唱スタイルを貫き、警察に目をつけられても恐れることなく歌っていたと言われています。また舞台上では活発に縦横無尽に舞い踊っていたようですが、どうやら潔癖で地味な一面もあったようで、作曲家の服部良一さんの書籍には、大阪で一番人気のあるステージ歌手と聞いて、どんな素晴らしいプリマドンナかと期待に胸を膨らませたのだが、来たのは髪を無造作に束ね、薬瓶を手に目をしょぼつかせ、コテコテの大阪弁をしゃべる貧相な女の子であった。だが一旦舞台に立つと全くの別人だったと綴られていました。現代でもプライベートと芸風が全然違う芸能人は多くいますが、静子さんも同じように舞台に上がると豹変するタイプでした。そんな静子さんは美空ひばりさんとの不仲説があったようです。戦後すでに歌謡界のトップスターに君臨していた静子さん、当時11歳だったひばりさんは静子さんの曲セコハン娘で衝撃の大ブレイクを果たしました。ひばりさんはリリースされたばかりの曲を静子さんそっくりに歌い上げ、ベビー笠木、豆ブギなどともてはやされました。自身の曲で他の人が活躍するのはあまりいい気はしないものです。しかしこの時点では静子さんはひばりさんを可愛がり、一緒に写真を撮るなどの交流もしていました。自分に憧れて自分を真似ている少女に対し、この頃はまだ静子さんも好意的だったようです。ただメディアは近頃大人の真似をするゲテモノの少女歌手がいるようだなどという記事を書き、批判的な報道をしていました。そんな報道に屈せず、ひばりさんはついに静子さんより先に海を越え、ハワイデビューを果たすこととなりました。ひばりさんが先にハワイで静子さんのモノマネを披露したことにより、本家静子さんよりひばりさんのモノマネの方が現地で有名になってしまいます。結果、真似されている側の静子さんがひばりの真似をしている人という誤解を招いてしまう事態に陥りました。この頃から二人の不仲説がささやかれるようになり、真似された側の静子さんが逆にひばりさんをいじめている、嫌っているという噂が広まってしまったのです。そしてついに本格的にひばりさんと静子さんの関係が壊れてしまう事件が発生してしまいます。ことの発端はひばりさんサイドの静子さんとの約束不履行でした。1950年6月、静子さんと作曲家服部良一さんはアメリカツアーを行うことが決定しました。当初は服部笠木ブギウギコンビとして公演する予定でしたが、なんとその1ヶ月前からのスケジュールでひばりさんもアメリカ行きが決定してしまいました。静子さんサイドは静子さんのアメリカデビューが目的だったのに、ひばりさんの名をさらに広げるイベントに変わってしまうことを恐れました。当然ひばりさんサイドとしては持ちネタである静子さんの曲も歌いたかったはずですが、それでは困ると直前に静子さんはひばりさんに
自分の曲をアメリカで歌わないよう禁止令を出したのです。しかしひばりさんサイドは、アメリカでは日本の法律は及ばないと静子さんとの約束を破ってしまいます。あくまで周りの大人たちの思惑が根本にありますが、静子さんとひばりさんの不仲説はますます濃厚なものとなりました。ハワイデビューやアメリカツアーでの悶着はあくまで事務所間でのやり取り。当の本人たちはただただ困ったと後に語っています。アメリカツアーの際、ひばりさんはまだ13歳、全ては周りの大人たちのなすがままだったというわけです。不仲説が加速し始め、ひばりさんの事務所もそれではイメージが悪いとまずは服部さんに謝罪しました。その後、世間への不仲説否定のためのアピールとして NHK ラジオでの静子さんとひばりさんの共演が果たされました。共演は和やかなムードで終え、無事不仲説は解消されることとなりました。ドラマ「ブギウギ」でも描写があったように、静子さんは一度宝塚を受験するものの慎重で不合格になっています。この時、両親には自分の性に合わないからやめたと伝え、決して慎重のせいとは明かしませんでした。慎重のせいというと親を悲しませると思ったのでしょうね。その後、無事に松竹へ入団し、服部さんと出会い、ジャズ歌手として売り出し始めると、同時に映画デビューも果たしました。選曲が進むにつれ、激しい踊りとパフォーマンスが持ち味の静子さんに対し、当分遠慮して直立不動で歌え、マイクより1メートル以内で歌えなどの強要もありました。戦時中は持ち前のパフォーマンスは全くできず、戦中のブランクは当ての地獄でしたと後に語っています。戦時中はジャズを禁止されていたため、服部さんは静子さんのためにアイレカワイヤという東南アジア調の曲を書き下ろします。この一曲は持ち歌の多くを失った静子さんにとって復活の曲になりました。その復活の数年前、笠木静子さんは運命の出会いを果たします。それは吉本興業の創業者吉本清の次男である、当時大学生だった吉本英介さんです。二人が初めて会ったのは1943年6月28日。当時の笠木静子さんは地方巡業や意に染まぬ戦時増産激励などの工場慰問をしていた頃で、笠木静子さんにとって地獄の日々でした。そんな頃、名古屋の太陽館に出演することになり、ちょうど御園座で公演していた新国劇の辰巳龍太郎さんとは旧知の間だったので、笠木静子さんは辰巳さんの楽屋へ挨拶に行きました。そこで笠木静子さんは眉目秀麗な青年に会うのです。その時はお互い言葉を交わしませんでしたが、このあと笠木静子さんが太陽館に出演中、吉本興業の名古屋主任が笠木静子さんの楽屋に来て、笠木静子さんの大ファンだというボンボンを紹介しました。目をやると辰巳さんの楽屋で会った青年で、彼は笠木静子さんに一枚の名刺を差し出し、吉本英介と名乗ったそうです。ここで二人は初めて言葉を交わし、吉本英介さんは実家が大阪で明日帰るという、笠木静子さんはとっさに、私も明日名古屋をたって神戸の相生座へ行くから一緒に乗りまほかと誘いました。翌日、笠木静子さんが名古屋駅に着いて吉本英介さんを探していると、吉本興業の支配人が来て、ボンボンはもう汽車に乗っていますと言われたそうです。当時吉本英介さんのことを後に笠木静子さんは自伝にて、非常に心の優しいフェミニストでしたと記しています。吉本英介さんは早稲田の学生で当時20歳でした。笠木静子さんは自分を慕う9歳年下のこの青年に好感を持ちます。やがて吉本雄介さんが笠木静子さんの家へ遊びに来たり、当時は家に養父音吉がいたが、笠木静子さんが市ヶ谷にある吉本家の別宅へ遊びに行くという二人の付き合いが始まりました。しばらくの間は笠木静子さんが吉本英介さんを弟扱いし、吉本英介さんも笠木静子さんに甘えるという指定的な仲でしたが、二人が恋に落ちるのにさほど時間はかからなかったようです。もともと二人は互いに一目惚れだったようです。そして1944年7月、吉本英介さんは結核に侵されます。47年1月、
笠木静子さんは世田谷松陰神社前に一軒家を借りて引っ越し、マネジャーの山内義富一家と住みます。一方、恋人である吉本英介さんの肺結核は次第に悪化していき、彼は西宮市の自宅へ戻って療養に専念することになります。1月14日、笠木静子さんは東京駅で彼を見送ったが、これが吉本英介さんとの今生の別れとなりました。愛し合った2人が最後まで籍を入れなかったのは、吉本興業の跡取りとして育ててきた母親吉本清さんが静子さんとの結婚に大反対したからでした。やはり吉本英介さんはまだ学生で、おまけに笠木静子さんは9歳も年上であること、やり手興業師であった母清さんから見れば、笠木静子さんは商品としての価値しかなかったことが挙げられます。やがて出産が近づき、当時の芝区福出町にあった桜井病院に入院していた笠木静子さんのもとへ、5月19日午前10時20分吉本英介さんが急逝したとの知らせが入ります。当時は本場性結核と呼ばれていた不治の病が24歳の命を奪ったのです。そしてその数ヶ月後に笠木静子さんは第一子マナ娘を出産しました。吉本英介さんが生前、女の子だったら英子と名付けたいと話しており、その意向を汲み、娘の名は英子となりました。笠木静子さんは忘れがたみである英子さんを一人で育てる決心をつけるため、作曲家である服部さんに新曲を依頼しました。それが東京ブギウギだったのです。服部さんは僕の音楽人生見て、先生頼んますせと言われて、僕は彼女のためにその苦境を吹っ飛ばす華やかな再起の場を作ろうと決心した。それは敗戦の悲嘆に沈む我々日本人の明日への力強い活力につながるかもしれない、何か明るいものを、心がウキウキするものを、平和への叫び、世界へ響く歌、派手な踊り、楽しい歌、このような動機と発想から東京ブギウギは生まれたのであると掲載されています。この東京ブギウギは戦後の日本で一大ブームになり、笠木静子さんはスターへの階段を駆け上っていったのでした。しかし1954年になんと娘への身代金要求の脅迫文が届きます。この犯人はすぐ逮捕されますが、その3年後に自ら歌手活動を退くことを宣言しています。この時公の理由では娘の育児を優先させるためとしていましたが、後に太り始めたからだったことを明かしています。太り始めたイコール昔のように動けなくなっている、つまりパフォーマンスの質が落ちていると考えた静子さんは、自らの過去の栄光を汚すことを嫌い、引退を決断しました。その後は鼻歌すら歌わなかったそうです。歌手として引退した静子さんですが、その後は役者として活躍しました。この時静子さんは大スターだったため、ギャラはかなり高額だったそうです。娘も育てないといけない一児の母になった静子さんにとっては問題でした。スター笠木静子の高額な出演料では使ってもらえないからギャラを下げてほしいと関係者に懇願したそうです。その後は映画だけではなく、テレビドラマや CM 多方面において活躍し、再びお茶の間の人気者となりました。そんな静子さんでしたが、晩年は癌に苦しめられ、5年の闘病生活を経て70歳でこの世を去りました。静子さんは残された娘を女手一つで必死に育て上げ、激動の昭和を生き抜いたのです。そして静子さんが何よりも大切にしていた娘亀井英子さんは、静子さんのように表舞台に立つことはありませんでした。現在も一般人として生活しています。一般人ということで職業など詳しい情報はありませんでした。また英子さんの子供、つまり静子さんの孫がいるのかも明かされていません。あくまで一般人として過ごしてきた英子さんですが、2021年に一度だけメディア出演をしていました。目元が静子さんにそっくりと言われています。いかがでしたか。非常に明るく気が強く真面目で実直な性格な笠木静子さん、その性格や舞台上でのパフォーマンスは多くの人に影響を与えました。表舞台ではスター笠木静子、家ではシングルマザーとして激動の昭和を生き抜きました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。
コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。